飲酒状態で電動スクーターを運転した疑いが持たれている BTS 防弾少年団のシュガが3時間を超える警察の調査を終えて帰宅したシュガは23日午後10時53分ごろソウル達山4 3警察署別館で調査を終えた彼は取材陣の前に姿を見せた 警察署到着時、現場に集まった取材陣に2度頭を下げて謝罪した彼は、調査を終え、もう一度、本当に申し訳ないと頭を下げた。彼は引き続き、僕の間違った行動で多くの傷と失望を与えてしまった点、本当に申し訳ないと申し上げたいとし、とても反省して後悔している、二度とこんなことがないようにすると繰り返し謝罪した。ただし、シュガは調査でどのような陳述をしたのか。 飲酒運転で摘発後すぐに警察署に行かなかった理由、ビールを一杯だけ飲んだという主張が真実かなどについて尋ねる取材陣の質問には答えなかった。シュガは8月6日午後、ソウル市硫酸区の自宅近くで冷水状態で電動スクーターに乗った疑いが持たれている。当時、シュガの血中アルコール濃度は0.227%で、 免許取り消しレベルである0.08%以上だったと報じられている。これと関連して、所属事務所ビッグヒットミュージックは、当社はアーティストの不適切な行動により、多くの方々を失望させたことについてお詫び申し上げる。社会服務要員という身分で、社会的な物議を醸した行動については、勤務先から適切な処分を受ける予定だと伝えた。シュガもまた、 皆さんを失望させてしまい、とても重くて申し訳ない気持ちだ。弁明の余地がなく、全て僕の責任であるため、皆さんに頭を下げて謝罪する。不注意で間違